高いものがなぜ売れるのかではなく、高いから買うっていう人がいるので、高いものをわざと作るっていうのがずっと続いてたんですよ。ロゴついてる人がバカだとは思わないですよ。僕はそれはそれでコスパめっちゃいいと思ってるんですよ。23歳ベトナム在住男です。私はバブル時代を切ってない世代のようですが、高いものでも売れたと聞いています。バブル時代の人たちは安い外国産のものも買う方向に流れたかったのですか？そもそも外国産の安いものがなかったのでしょうか？愚行ですが、物価が上がった方がいいとは思いつつ、日本の物価が上がったら貧乏人は安い外国産のものに上がり、国内のものが売れなくなるのかなと思いました。どのように物価を上げていくのが正解ですか？ヘルクさんの見解をお聞きしたいです。高いから買うんですよね。エルメスっていうあのファッションブランドのバーキンっていう名前のカバンがあるんですけど、バーキンさんっていう人にプレゼントするようでもともと作ったらいいんですよね、確か。っていうのがあるんですけど、あれがなぜ買うかっていうと、触ってみて使ってみて便利だから買いましたって人って多分 5% 以下で、高いから買うんですよ。物を知らない人ってこのカバンって何でいいのっていうと、高いからいいっていう説明しかできないんですよ。見る人もあの物を知らないので、高いからいいカバンだっていう風に感じるんですよ。世の中には安くていいものはあるんですけど、残念ながらあの物を見る目のない人のが多数派なので、安くていいものだとするとそのいいものが理解できないので、安いものとしか見えないんですよ。悪くて高いものっていうのがあった時に、世の中の人は物の価値がわからない人が多いので、悪くて高いものの悪いがわからないんですよ、見えないんですよ。なので高いものだから、この人は高いものを持ってるから価値のある人だって思いがちなんですよ。プラダっていうメーカーがあって、ナイロンのどうでもいいカバンにプラダっていうタグがついてるだけで10万円とかで売れるんですよ。で、あれナイロンのカバンなんで大したもんじゃないですよ。まあ、縫製はきちんとしてますけど、所詮ナイロンなんですよ。でもナイロンでプラダっていうタグがついてなかったら5000円で売られてるバッグだと思うんですけど、あれがプラダって書いてあると10万円で売られるんですよ。ナイロンのバッグを持ってます。プラダのタグを外しましたって言った場合、ただのナイロンバッグなんだ、この人なんでナイロンバッグ持ってるんだろうっていう風に思われるんですけど、それにプラダっていうタグがついてるだけで、あ、プラダじゃんっていう風に見られるんですよ。っていうぐらい世の中って物を見る目がない人が多数派なので、なので高いものがなぜ売れるのかではなく、高いから買うっていう人がいるので、高いものをわざと作るっていうのがずっと続いてたんですよ。で、ただバカ向けに高いだけで意味ないですよっていうと、さすがにあの恥ずかしいってなっちゃうので、高い理由はこうなんですっていうのが数量限定とか、それ高い理由じゃねえんじゃねえって思うんだけど、なんか限定だから高いみたいな。もともと別にだって100個しか作んないって決めてたら、別にそれで100個しか作らないは高くなる理由じゃないんですけど、でもなんか100個しかないから、なぜかじゃああの価格50万円ですって言うと、え、なんか希少性があるから高いのかなみたいな、売れるみたいなのがあったりするので、なのであの高くするが目的です。はい、物価がどうやって上がった方がいいかっていうのって、結局その余裕がある人は高くていいものを買うっていうので、ちょっとずつ物価って上がっていくんですよね。なので人々の生活の余裕があると結果として物価が上がるんですけど、インフレになった方がいいよねっていう、割とその日本で頭の弱い人が言ってるんですけど、皆さんがお金を持ってる状態であれば自然にインフレになるんですよ。例えばじゃあ100円の回転寿司と1000円のあのそれなりの一皿1000円のそれなりに美味しい寿司屋がありますと。金持ってるんだったら別にわざわざ100円の回転寿司行かないよねと、1000円の寿司屋行くよねと、一皿1000円のね。結果として1000円の一皿1000円の寿司屋の売り上げが増えて、寿司の単価っていうのが上がってって物価が上がるんですよ。それはみんなが金持ってるから物価が上がって、結果としてインフレになるんですよ。なので金持っててみんなが幸せだからインフレになってる。なのでインフレになってる国っていうのは経済的にうまくいってることが多い。これ正しいんですよ。ただ頭の弱い人たちが言ってるのって、インフレにさえさせれば日本人が金持ちになるっていうすごい誤解をしてるんですよ。今あの電気代とかガソリン代とかってちょっと上がってると思うんですけど、あの今その原油が高くて円も安くなってるので、ガソリン代が高くなりました。ガソリン代が高くなりましたっていう時に、それ日本人得してます？お金持ちになってますって言うと、むしろガソリン代が高くなった分だけ産油国に払うお金が減って、より貧乏になってるんですよ。でもじゃあガソリン代が高くなったから電気代も高くなって、多分そのうち送料も高くなると思うんですよね。イギリスとかって今送料高くなってるんですけど、なので送料が高くなって、みんな物を買うのにどんどんお金を払うのが多く払わなきゃいけないようになりましたと。その時に日本人の人たち幸せになりましたかっていうと、単に産油国にいっぱいお金払ってるだけなんですよ。でもインフレ率としては多分 1%、1.5% とかで日本中の物価が上がりましたよね。
っていうので、それでじゃあ日本人お金持ちになりますかっていうと、なりませんって話なんですけど、残念ながらバカな人ってインフレにさえなればいいと思っちゃってるんで、なので物価を上げることよりも日本の景気を良くすることの方が重要なんじゃないかなと思うんですけども。僕が負けたくない領域、なんだろうな、可処分時間可処分時間対決したらね、ニートとかと結構いい争いできると思うんだよね。ほら、ニートの人もさ、なんだかんだ言ってさ、その、家から出れない問題とかさ、今すぐロサンゼルス来てって言ったらさ、お金の問題だったり、予定の問題だったりとかで行けなかったりするじゃん。僕別に行こうと思ったら行ける。なぜなら予定空いてるから、みたいな。予定も空いてて、それなりにその、生活する余裕もあるっていう状態なので、何かやりたいと思った時に飛びつける能力値っていうところで行くと、結構僕上位だと思うんですよ。あ、これやりたいって言った時に、例えばじゃあ、3日間アイスランドに行きましょうってなった時に、あ、行く行くってすぐ言えるのよ。でもさ、すげえお金持ちで忙しい人って、3日間アイスランド行きたいって言っても、予定が取れなかったりするのよ。自慢じゃないのよ。そんなにだから、時間のかかる仕事をなるべくしないという生活をしているって話なんですよ。お金を稼ぐために時間を使ってると、それはそれだけ自分の自由を切り捨ててることになるのよ。休みが取れない仕事で給料高い仕事っていうのはさ、結局本当にやりたいことがあった時に、その自由がなくなるのよ。でもさ、有給取りやすい会社ですとかさ、契約の仕事でしてるから、そこの会社にも出勤しなくてよくて、リモートでいいですとかっていう人だったらさ、なんか友達がさ、久しぶりにオーストラリア行きたいとか言ったら、あ、じゃあ俺も行くわって言って、別にオーストラリアからさ、ネット繋いでさ、原稿書くとかさ、プログラムするとかっていう仕事ができるわけじゃん。そっちの方がさ、人生楽しくないっていう。国内でもいいわけよ。大学の同窓生と突然集まってさ、じゃあ群馬の温泉行きたいわってなった時に、休み取れませんっていう人より、給料は安いんだけど、ネットさえ繋がればどこでもいいからっていうので、温泉行きな。ひろゆきさん、前の配信で日本人がブランド物を着るとロゴ全開で下品に見えるというのに爆笑しました。私もほぼ同意見です。なぜあんなにブランド物で武装したいのでしょうか。なぜあんなに例えば女性ならバーキンに取り憑かれて切りなく買い続けるのでしょうか。お金があるなら好きなだけ買えばよいと思いますが、何かそういうことをする人には思考上の癖などあるのでしょうか。また同じブランド物でもひろゆきさんの中で下品とおっしゃるの具体的な境界線があるか教えていただきたいです。僕が浪人生19歳の時に親戚の18歳の高校の親戚に言われたのがあって、僕ロゴのついてる服あんまり好きじゃなかったんですよ。ただその親戚割とモテるんですけど、ロゴのついてる服を着てて、なんでって聞くと、ロゴついてる服の方がモテるんだよ、あいつらバカだからって言ってて、なのでモテたい。で、日本の人たちってそのファッションセンスわからない人多いんですよ。ファッションセンスわかんない人って、でもおしゃれな人と付き合ってた方がいいとか、おしゃれな人が彼氏な方が自分がおしゃれに見えるっていうのがあって、なので、ロゴがついてる人を選ぶんですよ。っていうのがあって、バカを騙してやり捨てしたいからロゴついてる服着てるんだよって言われて、あ、賢いっていうのがあったので、なので僕、ロゴついてる人がバカだとは思わないんですよ。世の中でロゴついてる人がおしゃれだと思うバカを釣って楽しみたい人はあえてロゴがついたものをつけてるので、金ピカのキラキラした時計をしたりとか金のネックレスをしてるとかっていうのは、僕はそれはそれでコスパめっちゃいいと思ってるんですよ。なのでロゴついてる人かっこいいと思ってついてってやり捨てされたとしても、それ満足だったとしたら、それは別にあのお互いにその需要と供給があのマッチしてるので何の問題もないと思うんですよね。ただそれがおしゃれだと思われたいっていうのをファッションセンスのある人に思われるんだったら、それは別だと思うんですよ。ただ別にそのセンスがあると思われたいわけじゃなくて、そのバカ騙して楽しみたいと思うんだったら全然いいと思うので、なのでそうやって日本のファッションは回ってんのかなと思います。ハイブランドを身につけるって意味で見栄以外にありますか。きちんとした場できちんとした格好としてならわかりますが、私服なのでハイブランドを身につけるメリットが思いつかなかったのですが教えてほしいです。きちんとした場でハイブランドを着てる方が逆に下品だなと思われる場合があるんですよね。見せ方がそれなりに落ち着いた見せ方であれば、あ、これハイブランドなんだ、へーで終わるんですけど、日本でハイブランドの服を着てる人とかカバンを持ってる人ってロゴが前面に出てる下品な服着てる人が多いんですよね。時計とかもそのなんか、ああ、あそこの時計ねってわかるような下品な付け方をしたりするので、なのでそれってそういう場に行った時に、あ、成金ね、この人センスねえなって思われるだけなので、あんまりよろしくないんじゃないかなと思います。ブランド品を安くまとめて仕入れることができます。ひろゆきさんならどうやって上手に稼いでいく。メルカリとかで売るんじゃないですかね。小売店とかに大量に卸してってなると、結局あの既存の業者と戦っても勝てなくなってしまうので、なのであのメルカリみたいな個人にこう高く売って利益を稼ぐみたいなのでちょろまかすんじゃないですかね。